はい、フジコです。今日は揚げ出し豆腐、揚げ豆腐を作ってみようと思うので、これをね、まずね、今日は水切りからいこうと思います。2個分けだからあれかね、半丁って感じだな。これを水切り出てきたよ、水がな、していこうと思います。はい、ではね、ザルに、開けていきますよ。まあ、数時間ね、置いとけば水が切れると思います。で、まあ、絹ごしでもね、木綿でも自分の好きな豆腐でいいと思うんだけど、なんとなくね、揚げ出し豆腐のイメージは絹かなと思ったので、今日は絹ごしを選んできました。はい、ではいよいよ片栗粉をつけて揚げていこうと思います。油をね、鍋の中に、どんくらいだろうね、1センチぐらい熱します。で、水切りした豆腐、よいしょ、で、手が汚れないうちに片栗粉をまぶすんだけど、ビニール袋に入れてまぶしてみようかな。どんくらいかな、大さじ3。豆腐を半丁4分の1って感じかな。で、優しくね、1個ずつ全体にまぶせるように、はい、で、油の温度が整ったようなので揚げていきます。ひっくり返してね、全体を揚げていきます。ではおとなしくなってきたので、そろそろ大丈夫かなと思いますので、豆腐のね、中まで温まればいいと思うので、そんなに時間かかんないと思うので、そろそろね、揚げていこうと思います。ではね、揚げ出し豆腐っていうぐらいなんだから、だしね、だしにつけて食べたいとこだけども、ポン酢がうちにあるから、ポン酢かけて試食してみようと思いますよ。はーい、ポン酢こんな感じかな。ほい、では早速揚げたてをいただきます。でかいな、でな、こんな感じ。いただきます。お、赤い。うまい。まあ、彩りでね、ネギとかかけてあげたらいいと思うんだけど、まあ、うまいっすね、これは。最高です。日本人に生まれてよかった。揚げたての揚げ出し豆腐作ってみようと思った方ね、参考にしていただけたらいいんじゃないのかなと思います。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。